ご紹介ありがとうございます。広島大学で、地域安全学科から参りました三浦と申します。今日はですね、学会のというよりは、私個人で活動してきた内容を、一部をその報告をさせていただきたいと思います。で、内容としましては、衛星画像であるとか数値標高モデル、そういった空間情報データを使っていかに早くその災害に関する情報を定量的な情報を提供できるかということを、検討してきた内容であります。まずはじめに広島県の、西日本豪雨災害での被害を申し上げますと、先ほどご発表にありましたように、広島県は南部を中心に72時間雨量として、450ミリ以上の激しい雨が降ったということで、多くの土石流、土砂災害が発生しました。これによって、死者100名を超えるような被害が発生しております。で、全壊建物、半壊建物も約4000棟、床上、床下浸水も約8000棟というような被害が発生しております。で、こちらはですね、広島大学の地理学グループが航空写真から判読した土砂災害の発生箇所の分布を表しています。多くがですね、土石流でありまして、約7700箇所、崖崩れが800箇所弱ということで、8000箇所以上の土砂災害が発生したということで、ということになっています。で、被災地の様子をいくつかご示しますと、こちら呉市の天皇西条という地区ですけれども、ここで上流で発生してきた土砂が川に流れてですね、川が埋まって、その横にある県道を土砂や水が流れたということで、下流にあります市街地ではこのようにですね、たくさんの土砂が堆積して、1メートル以上の土砂が堆積したというような被害が発生しております。それからこちらは報道などでもよくありますけれども、熊野町の川澄5丁目というところで起きた土石流災害でありまして、このように山の上流から流れてきた土砂が住宅地を襲ったということで、多くの被害が発生しました。右に示す写真のようにですね、ここに家屋があったわけですけれども、これが土砂によって、土石流によって完全に流されたということで、ここの写真にありますように、3メートルを超えるような大きな巨石が流出したというようなことも報道でなされている通りです。で、このような土石流災害、土砂災害に対して、空間情報データがどのように貢献できるかということを、私なりに考えてみました。で、空間情報データと申し上げましたのは、ここではリモートセンシングということで、人工衛星画像であるとか航空写真、こういった空からの情報を使って、現地の情報を収集する。で、今回の土石流災害に関しては、崩壊箇所を把握するというようなことを試みました。それから数値標高モデル、国土地理院などが整備しているデータベースを使いまして、地形的な特徴を把握できるということで、ここでは土砂氾濫域、土石流による土砂の氾濫域をシミュレーションによって把握するということを行いました。それからより高精度な高さの情報として、レーザー測量ということをのデータも使ってまいりました。こちらからは詳細な高さデータを得られるということで、被災箇所の地形的な変化を捉えるということで、これらを総合的に利用することによって、定量的、まずまだ被災地域の面的な情報を収集しようというようなことを試みております。で、ここでは特にですね、土石流による崩壊箇所の検出、それから崩壊の土砂量ですね、ここまで、推定できないかということを試みました。で、まず数値標高モデル DEM によって土石流の氾濫域の計算を行いました。で、ここではですね、ヨーロッパで開発されましたこのフローワールというソフトウェアを使いまして土石流の氾濫域を計算しました。で、こちらはですね、ある崩壊監視点を与えて、そこから土砂が流れる範囲を特定するというもので DEM から計算するものです。で、こちらはですね、先ほど示しました広島大学の地理学グループが判読した崩壊開始点、約6500箇所を入力としております。で、この方法はですね、比較的簡便な方法で、土砂量なんかは考慮できないわけですけども、想定される最大の氾濫域を計算するという方法になります。で、解析には必要なパラメータいくつかあるんですけども、私たちが研究した2014年の広島県の土砂災害をおおむねカバーできるようなパラメータを使って計算したものになります。で、こちら拡大図を示しています。
ますと、先ほど示した熊野町の川澄地区の土石流災害に関して、この青色の点で示す点を崩壊開始点として、氾濫域を計算したものがこの赤色から黄色の範囲になります。で下がですね、これ呉市の天王西条の地区であります。でこちらの航空写真と比べてみますと、まあ、このシミュレーション結果というのは最大の氾濫域を計算するものですので、まあ、やや過大評価ではありますけれども、まあ、概ね実際に崩壊した箇所を、まあ、トレースするように表現できているということが分かります。で一方で次は人工衛星から被災地を見たときにはどのように見えるかということで、この研究ではこのセンチネル2というヨーロッパが打ち上げた人工衛星画像を使って分析を行いました。でこちらはですね、2018年の7月16日、まあ、災害から1週間ほど後に撮影された画像で、地上分解の地上の10メートルの分解があるという画像になっています。でここはフォールスカラーという画像の表していまして、まあ、赤色が、まあ、山の植生を表しているというような画像になっております。こういった画像を被災地を拡大してみますと災害前の画像はこのようになっているのに対して、土砂災害が起きると、まあ、このようにですね、土砂が流れることによってこの赤色の部分が入っている、つまり植生が流れるということが、まあ、明瞭に見えるわけです。まあ、このようにして災害前と後の画像を比較することによって、まあ、どこで崩壊が起きたのかということをある程度把握することができるわけです。で同じように、まあ、こちらは坂町の小屋浦という地域ですけども、まあ、同じように災害の後ではこのように植生が減って、まあ、赤色が減っているということがよくわかります。さらにですね、ここではですね、航空レーザー測量を使った、まあ、地形の変化というものを求めました。こちらはですね、呉市から熊野町、それから坂町といった地域を撮影したデータになっておりますけれども、まあ、レーザー測量を行いますと、そこから建物や植生なんかを切り取って標高を出すというようなデータになっておりまして、災害前と災害後のデータ、差分を取ることによって地形の変化というものをすることができるわけです。でこちらは広島県が取得されたデータを使いました。で、この熊野町での土砂災害の範囲を見てみますと、まあ土石流が起きますと地形が上流側では低くなって下流側では土砂が堆積して高くなる、標高が高くなるという特徴があるわけですけれども、差分を取ってみますとこのように標高が低くなった地域は青色で、標高が高くなった地域は赤色で示しておりまして、この土砂が浸食したような場所というのは災害後に標高が低下しているという様子が確認できるわけです。でこちらをもう少し定量的に評価しようということで、この浸食した面積ですね、土砂の氾濫した面積とその高さのデータを積分しまして、その累積を求めまして、崩壊土砂量というものを計算します。こちらがですね、横軸がその土砂が浸食した範囲の面積、縦軸がその土砂量を面積で割った標高の差分ですね、平均的な標高の差を表しています。ここではこれを浸食深さというふうに定義していますけれども、この浸食深さというのは土砂量を面積で割ったものということになります。で上流側の山側でありますこの黒色分の点を見てみますと、まあばらつきは大きいんですけども、基本的には面積によらず、おおむね一定の値をとっているということで、土石流が発生した場合、深さはそれほど大きさによらずですね、まあ、一定に近いということが分かります。もう少し拡大して、見てみますと、灰色の点が2018年の災害で、赤色の点がですね、同じように解析した2014年の広島県の土砂災害でのデータを表しております。こちらを見てみますと、まあ、同様にですね、面積によらず、おおむね、一定の深さで、壊れたということで、この平均的な深さというものを与えることで、土砂量を推定できるのではないかというふうに考えました。で、そこでですね、この航空レーザー測量というのは、かなりこのデータの多いですし、計測に時間がかかるということで、まあ、そういったものを使わないで、衛星画像と、まあ、数値標高モデルから迅速に崩壊土砂量を推定できないかということを、
まあ、提案しております。でここではですね、災害前後の衛星画像から、まあ、植生が減ったところを抽出、それから数値標高モデルから氾濫域を計算してあげて、まあ、氾濫していそうなところを把握する、まあ、こちらの両者を重ね合わせることによって、その土石流が発生した、まあ、壊れたところ、崩壊した箇所が特定できそうだと。で、この面積が出たらですね、これに平均的な浸食深さをかけてあげることによって、土砂量を推定できるということで、その航空レーザー測量のデータを必要としない土砂量の推定方法を考えました。で、まあ、細かいちょっと話は省きますけども、最終的に推定した結果がこのようになっております。で、拡大した図がこのようになっておりまして、まあ、黄色で示す点、ピクセルがですね、抽出されたメッシュで、まあ、これを250メートルで、ちょっと統計値を求めてあげたものがこの下の図になっております。この赤色で示したところが、まあ、多くの土砂量が崩壊した場所ということになっております。まあ、このようにですね、衛星画像と数値標高モデルだけから、まあ、このような分布が出せるということで、まあ、定量的なかつ面的な被害情報が得られるのではないかというふうに考えております。で、この推定した結果がどの程度妥当かということで、広島県ではこの航空レーザー測量から計算した土砂量というものも公開されておりまして、これを各地、まあ、市町村とあと合計ので比較したものがこの図になります。まあ、横軸がその広島県が公表した値の土砂量、で縦軸がこの方法で推定した土砂量でありまして、まあ、ログスケールではありますけれども、まあ、概ね対応しておりまして、まあ、この手法がですね、概ね妥当な推定値が得られる。ことが分かりました。ということで、この研究ではですね、その衛星画像と数値標高モデルを使って、まあ、航空レーザー測量を使わない方法で、まあ、迅速に崩壊土砂量を推定するという方法を明らかにしました。ただし今の段階ではこの崩壊開始点というのは手動で判読したものを入力してますので、こちらをですね、もう少し迅速に、まあ、半自動的にでも特定することができれば、より早い情報提供が可能になるのではないかということで、まあ、これからも検討を続けていきたいというふうに考えております。私からは以上になります。